ベッドです。ベッドスプリーム。プラグコードと、なんか悪くなってたところの部品を交換して、今テスト走行しますのから。ハンドルスイッチのね、新しくなると嬉しいね。なんか久々のね、再会なんで。この後いくら請求されるかが怖いぞ。コードがね、新しくなったからね、ちょっと気持ちがいいね。ずっと来なかったら変わってんの。ハザードスイッチがね、近くになったからね、やりやすくなった。これが行き止まり？こっからは。関係者以外立ち入り禁止。ああ、じゃあここで U ターンしないといけないんだ。取りましたかな。車は結構止まってるけど、まあ、テロ対策でなかなかね、見なくないよね。入れなくなってますね。こんな風になってんだ。ゴミがすごいね、ここ。見えないとこにやっぱみんな捨てんだね。お、ちょっと海をバックに。
記念撮影だ。サムネを撮ろう。ヨーキレップでした。よし、ゴミがすごいね。この景色いい。はいはいはい、お久しぶりですね、バイクは。いや、やっと復活した。はい、ちょっとね、撮影しようと思ってちょっと海に来ました。いや、やっと、まあすごく快調というわけではないけど、まあ合格点だな。すごいね、海の中から参上したぜって感じになってますね。モトクロスじゃないんだから中止ですけど。はい、ネットストリーム第4回、4回ぐらいかな。ですね、前回のまた長期入院で、NGK プラグコードを変えまして、もうプラグコードがついてる元がね、コイルが一つ悪かったので、それも交換したということです。純正部品自体は供給されてなくて、なんかね、バイク屋さんにあったのを一つ分けてもらうような形になりました。これでツーリングには行けるんじゃないかな。もう、それとね、メーターの、ね、中がね、割れてたので、ここね、中を交換しました。見えるところの交換はもう NGK プラグコードだけ。あとメインジェットはね、一応セットで買ったんだけど、もうなんていうんですか、買えなくて様子を見るということで。ハンドルスイッチがね、新しくなるってのは嬉しいですね。何回も言ってますけどね、気持ちがいいね。もうバイク乗るにはね、ちょっと寒い時期になってきましたね。下にちょっとヒートテックとかね、変えとかないと。グローブも冬用だそう、もう大名じゃないね。ヘルメットのね、ダクトもね、開けてからちょっと寒いような感じの時期になりましたからね。久々のね、バイク走行。今度はね、ちょっとブーツとかをね、ちょっと新調したいなぁとは思ってます。
まだお金もねバイカーさんに払ってないんで、このまま逃げよう。いやちゃんとね、後日車で来てちゃんとお支払いします。何回もねセッティング走行してくれたみたいでね、本当はね自分でねジェット付け替えて乗ったりとかすると一番いいんですけど、やっぱね中速域がねちょっとねやっぱばらつきがちょっとあるんですけどね、まあこうやって街乗りする分には全然問題なくなったので、これがあの気候のせいなのか、その気候のせいか大きいかもしれんな、調子が良くなったのかもしれないな、ガスが濃いかと思ったんですけどね、でも買った時のセッティングから変わってないんだけどな。はい、ヘッドスプリング、ひろゆきゼットです。バイクのオートブログ、久しぶりの撮影ですよ。このね、ちょっと、県境フェチなんでね、この高速道路を使ってね、大分県から福岡県に入るとね、もう全くわかんないんですよ。あ、よく川があったなって思ったら、もう福岡県に入ってるっていう感じでね。からね、こう下道でね大分県から福岡県に渡る方がいいんです。北九州雨降ってなかったらいいけどな。ちょっとねこの何だっけ、ヘルメットにつけたこのリコン、イーコムのあれも充電全然してないよ、乗ってないから。だから今度はね平山にとね、通に行くときはね、ちょっと充電しとかんとね、通話した音声とかがね、この、おそらくこのマイクが拾うんだろうか、ちょっとそれもテストしたいな。ちょっとね、集団ツーリングとかでね、この、喋ってたりしてたらね、多分あれだろうね、こう、放送禁止用語とか飛び交わなければいいけどな。はい、中津駅に入場があるとね、中津駅の交差点なんですけど、そこから、北九州方面に北上していきます。あのハンドルスイッチをね新しくしてからね、輪郭切り忘れがね多分不遇だろうな、絶対気持ちよいもんね、ZX タイプ。あの平山先生がね、最近新車をね買ってね、2020年モデルを買ったんだけどね、それに負けないぐらい最新のねハンドルスイッチですからね。あでも平山先生なんかなんかいろんななんか機能がついてたな、あっちはなんかハイテクだもんね。やっぱ250で100万超えっていうのはちょっとすごいですね、考えられない。まあそんだけ性能がいいんでしょうけど、この街乗りするぐらいではね調子がね悪いとかはあんまり見えないです。だからそれでいいんですけど ね、 あとねツーニングで高速道路とかもね対応したりしていくと、今度ね高回転がね回ったりとかするとやっぱどうしてもこの SCR のねこのばらつきっていうかねあれが出てきますか。福岡プロファクチャーです。はい、という感じでですね、元ブログをねまたねちょっとツーリングとかもね含めてやっていければいいのかなと思っております。
あ、コースが入ったら安心するねてな感じでね、ブレーキジェットでした。八戸町直営の交差点かな。昔これ左行けてたらね。長いな。